空に浮遊し宇宙チャンネル始まるよ。皆さんどうも、コミホユキです。さあ今日はですね、はい、私ね、普段まあ冬場とかね、結構車でドライブして歩くの好きなんですけど、その中でまあ温かい飲み物をコンビニで買って飲むんですけど、結局ですね1時間とかね30分置くだけでももうすぐ冷めてしまうということでですね、今回はですねアマゾンさんからね人気のある、トラベラーカップホルダーを購入いたしました。それがこちら、パンパン、はい、はい、トラベラーのカップホルダー、やったー。はい、これがあるとですね夏も冬ももってこいです。コールとホットと両方使うことができるんです。まず商品ね開けていきたいと思います。おチャンチャチャンチャチャンチャンチャンチャランチャチャンチャラチャラチャンチャンチャラチャラチャン、ババン、見てください、この高級感のあるカップホルダーの中で、あとは車用なのでシガーソケット付きでございます。あと取扱い説明書の3つ入っております。早速使ってみてですね、クールの方でちょっと使ってみました。冷たいものを冷やしてみました。でちょっと通勤でちょっと10分程度使ったんですけれども、10分でですね結構冷えました。もう車の中が寒かったのかもしれないんですけれども、10分ぐらいしか使ってないのにこの中の胴の部分が縛りかかってました。すごい冷え方してましたね。下側はやっぱりめちゃめちゃ冷たくなってました。まあ、その代わりですね、まあ、ちょっとね消費電力も半端ないっていうところをまずってたんですけどね。で実はまだですねホットの方をちょっと使ってなくて、ホットの方はまた後日ね使ったらその感想をねちょっと YouTube に述べようかなと思います。車で使用する際の注意点ちょっと何点かあります。まず1点ですね、消費電力でかいです。はい、12V に対して 36W ということで結構なワット数でございます。多分ですね、このカップホルダーはですね、一番電気使うのは多分ホットだと思うんですよね。自分の中では熱を作らなきゃならないので、多分クールでもモーター回ってるって回ってるんですけど、ホットはやっぱり温めなきゃならないというところもありまして、多分中にですねなんか入ってると思うんです、その温めるようなものがね。それが多分一番電気の消耗が激しい部分じゃないかなと思います。それで多分最大マックスが 36W っていう表、説明書にも書いてありましたので、多分ホットじゃないかなと思います。で車のシガーソケットでよく一連二連ってこう自分で後付けでつけるやつ、あれブルーです。使えないことはないんだと思うんですけど、何かあった時やばいと思います。できればシガーソケット直接っていう感じです。もし2連3連使って何かあっても責任は取れませんのでご了承ください。トラベラーカップホルダー、もし気になった方はぜひ私の YouTube の動画の下に概要欄の方、こちらのリンク貼っておきます。で色もこれの他にまだ何色かありますので、それは Amazon の方で、もしちょっと気になって購入を考えている方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴の方ありがとうございました。気軽にチャンネル登録、この動画が良かったらぜひ高評価お願いいたします。ゆうき YouTube チャンネル、よかったらぜひ、せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。